はい木の店3目ですこれはですね杉の一枚板です、えー、木はですね吉野杉ですね奈良県の、えー、吉野杉ということですサイズがですね、えー、長さが2200ありますで、まあ、台面の幅がだいたい70センチから広いところで75センチそういった感じですねまあこういうちょっとね、えー 耳がね広く入ってるところもあるんですけどこの辺でだいたい7 0ンチくらいの感じですねそういう一枚板ですねで厚みが、えー、これで4 5ミリあります、まあ、仕入れた時点で6センチ、6 0 m m あったんですねで 60mm あって、まあ、乾燥して、あとまあ木が動いたこともあるんですけど両面削ることによってですね えー、45mm まで要は 15mm、えー、削り取られた感じですね結構 15mm っていうのはすごくねあのたくさん削られたような感じがあるんですけど必ずあのプレーナーっていうのは表と裏を削るのでだいたい表 5mm 裏 5mm 削っただけでも総圧で 1cm ね薄くなってしまうんですけどね、まあ、今回の場合は、えー、それぞれがあの削り 1、ね、5ミリぐらい薄くなったという感じですねこれは今どういう状況かと言いますと、えー、素材の荒木の板をですね、えー、両面のプレーナーをかけた、えー、直後をですねこの画像ではちょっとね分からないかなと思うんですけどまだねあの表面も、えー、カンナーで削られた状態でまだ仕上がってないんですね まあこの辺見てもらえれば、これはもうか皮のまま、そのままですね、まあ、こういうふうな感じで、そういう、えー、状況ですね、表裏、こんな感じになってます。これをですね、まあ、今から、えー、表面のね、サンダー仕上げをやったりとか、あとこういうちょっとしたこの鼻割れですね、こういうところがちょっとまあ補修箇所かなというところです。あとは、まあ、耳も、あ、そうですね、耳がですね、 よくあのえぐれた感じで木が出るようなところっていうのはこういう部分なんですよね何かにぶつかって引っ込んだところですよねそういったところをあの補修したり場合によってはパテで埋めたりとかですかねあとはまあ削り込んだりして形を整えていく作業をしていきますね今回ねこの辺がえちょっと面白いところかなと思いますねまあ使い勝手はあまりよろしくないと思うんですけど見た感じの 形がね面白いかなと思います木目がねやっぱ細かいんですよね樹齢が高い木ですね赤見てもこれぐらいこの辺はこ,こういう感じですねすごくね細かいんですよね芯からかなり遠いところの板になりますねもう川の直前ですよね そういうこともあってやっぱり木もですねかなりこう躍動してるというかね動きがありますねで赤身と白田まあやっぱりこの一気はね白田がどうしても丸太の外側なのでね、えー、し白田が多くなっているんですけど、まあ、そういうところに、えー、赤身のはあの入り始めですよねそういうのがこういうふうに乗ってるすごくねこれから仕上げるのが楽しみな 板ですよねで。こういうふうなものをこう削っていくとこの赤みが今こんだけ出てるのがねだんだんこう広がって赤みがこう広くなっていくんですけどね2200の長さがあるんですけどそうですねまあもちろんこのままとりあえずはこのままの状態で、えー、オイル塗装までね仕上げていきたいと思うんですけど、まあ、使い方によってはそうですね例えば。 まあここのえぐれてる部分がですねあまりちょっとえぐれが、まあ、ポイントとしてはねすごくあのいいところなんですけど、まあ、あそこまでなくてもってなればねもう少し、えー、この辺をねカットしてこの辺のところでこうカットしてですね大体1 8 0ンチとか、えー、そういうようなあのテーブルの板にしてもね、まあ いいいのかなと思いますねで切るとねもったいないっていうふうにねあの言われることすごく多いんですけどあのー、やっぱり1 5 0センチとか、えー、ちょうど1 8 0センチとか欲しいねサイズのちょうどドンピシャの1枚だって意外とないもので、はいまあ、短いとねどうしてもねどうしようもないですけど長い分はカットをしてねやっぱり、あのー、詰めていくっていうのが。 やっぱりよくある話なんですね、まあ、うちは素材からやってるので特にもう最初から長い状態でお客さんにお見せすることが多いのでねどうしてもあんまもったいないなとか、えー、切るのをちょっとね忍びないなって言われることあるんですけどこれが完成品を置かれるようなねところの家具屋さんだともう大体。 皆さんが使っているようなサイズに、ね、なってたりすることがあるのでも,もったいないななんて思うことはないと思うんですけど大体いいこういう素材からあの一枚板を作っているところだと、えー、そういうふうに、ね、もったいないって言われるのって結構あるあるな話かなと思いますねはいなので決してもったいないわけじゃないんですけどただやっぱりねあのー、長いまま使ってもらえればねそれに越したことはないんですけどカットして 切ったところをまあ、どういうふうに使うかっていうところでねあの提案させてもらうことは多いですね例えばこれだとまあ2200の長さがあってですねだいたい1 8 0センチぐらいで使うとなるとだいたいそうですね4 0センチぐらいがまあ、あのー、切るような感じですよねで切るような感じでまあ切り方にもよるんですけど例えば ここういういところをね、えー、そちらの、ね、端から4 0センチ切るってなると4 0センチの板がね残るのでやっぱりこれぐらい切り落としたとしても木が乗った板ってなるともう本当にその置いてあるだけでも存在感があるのであの玄関先の課題ですね花置きの台に提案したりとかですねあとは4 0センチぐらいあると、まあ、もうちょっと形を整えてですけど。 ソファーのサイドテーブルにあのアイアンの足をつけてね、えー、そういう使い方はどうですかって提案したりとかやっぱりあの実際に使ってるこの一枚板と同じ木が何か別なところにねあのお部屋のどこかにあるっていうのはすごくあの素敵なことかなと思うしあのなかなかねやっぱりそういうことってあのないことなのでねなのでまああまりもったいないという。 ふうにね、思わないで、えー、残った木をねどのように有効に使うかっていうところでねすごくまたあの何、ー、て言うんでしょうねこう広がってくるかなと思うのでそういったふうにね考えてもらえればいいかなと思いますねはい、まあ、今回はねこういう板で、ね、これからちょっと仕上げるのが楽しみということでねこの吉野杉の一枚板をねちょっと紹介することになりましたはい、えー、そんな感じでですね、えー 一枚板のね、紹介とか、オイル塗装ですね。あと、製材もやってます。あと、形の面白い木とか、えー、木目がね、やっぱ珍しい木とかね、なるべくそういうのをね、動画でね、配信していきたいなと思ってますので、えー、ぜひね、皆さん、チャンネル登録ね、していただけたらと思います。はい、それでは、えー、ご視聴ありがとうございました。